鶴林寺は、徳島県勝浦郡勝浦町にある高野山、新言宗の寺院である。四国八十八箇所霊場第二十番札所、霊衆山、宝衆院とこうする。本尊は、地蔵菩薩。本尊新言、御家か家火山、前園祖赤子英華、手玄り鶴鶴の林を知るべにて、大師蔵います地蔵大釈の教員、当時本尊、聖谷寺、 白衣背中の鶴亀の鶴院地元の人や辺路からは、お鶴さんと呼ばれ、親しまれているが、1、に、焼け山、2、にお鶴、3、大野竜と並び称される、阿波の難所の一つで、鶴林寺山の山頂近くにあり、本堂の位置で比較すると、標高495メートル付近で88カ所中7番目、表参道は、辺路転がしといわれる休憩者の山道である。によれば、 延暦17年に、桓武天皇の直眼によって空海が改装。自伝によれば、空海がこの山で修行中に、私有の白鶴が、杉の小で、小さな金の地蔵菩薩像を修護し,していた。空海はそれを見て、霊木に三尺の地蔵菩薩を刻み、その体内に鶴が守っていた一寸八分の地蔵像を収めて、本尊として各人寺の寺名を定めた。 境内の雰囲気が釈迦が説法をした霊衆山に似ていることから参考にいただいたという。平城、佐賀、淳奈の各天皇からの厚い気へ、源、頼朝、義継、徳島半祖、八塚家政などからの信仰も受けて大いに栄えた。本尊の伝承として、昔、漁師がイノシシを追って山に入り屋を放ち、たどっていくと本堂で地蔵菩薩の胸に、 矢が刺さり地を流していた。漁師は、摂政を懺下し仏門に入ったということから矢老井の地蔵と呼ばれ、本尊にはその傷が残っていると言われている。大師堂三門を入って、三道を進むと右手に六角道があり、さらに進むと左手に長寿鉢があり、右に七十段の石段がある。石段下の右手に中霊殿、左手に五馬道と大師堂があり、さらに先に農協所がある。 先ほどの石段を上り詰めると本堂が立ち、本堂の左裏に、工房大師五階層遺跡五本尊降臨の杉が、そびえる。本堂の右の一段上に、三重塔があり、その右上に、鎮守堂、そこから左に上がっていくと、本堂の真裏上に元は七福神を祀っていた、正堂。さらに上がって、本堂の左上に抜けると、境内の一番高いところに、聖天堂がある。 腰袴形式の首楼は、三重塔の右から、大和方向に下っていくとあるが閉まっていて、普段はつけない。なお、大野龍寺への変路道は、長津鉢の脇から降りていく。阿波変路道角林寺道阿波変路道、太市龍寺道重要文化財史跡徳島県、指定有形文化財三重塔勝浦町、指定有形文化財重要美術品鉄道バス道路、 次元寺活調産防守院次元寺、穴前城次元寺を参照水飲み大師水飲み大師当時の 1.27km 手前にあり、工房大師が杖をつくと水が吹き出たという伝説のところで、ここまではコンクリート舗装され、ここから上が阿波変路道革林児道の史跡指定部分になる。かやぶきの休憩所かやぶきの休憩所水飲み大師より、 約 0.5km 辺路道を北へ下ったところに、あるかやぶき小屋、四国88箇所19達江寺20、鶴林寺21太市竜寺、ありがとうございます。